ゴニウム・ゴニアムは、ボルボックス目の藻類。運動性の細胞群体が、扁平な四角形を成すのが特徴。個々の細胞はクラミド・モナスに似たもので、群体を構成する細胞の数は8内し16個で、ある。それらの細胞が側面で接着し、平板状の群体を形成する。個々の細胞は、休憩で葉緑体はカップ型をしている。メ点は、赤道線上にあり、後方に、 ピレノイドが1個ある。先端には日本の頭頂の弁毛を持ち、2個の収縮法がある。G ペドラルでは、細胞の直径は7から11マイクロメートル、軍隊の小道は50マイクロメートル程度。細胞数は16個で、外側には3個ずつが4方向に並んで正方形の辺を作り、その内側に4個が、これも方形に並ぶ。 軍隊全体は共通のゼラチン質に覆われ、全体としては正方形の四隅の角を切り落としたような形をなし、また細胞間には小さな穴が多数ある。八細胞の群落を持つものもあり、その場合、四個の細胞が列をなし、それが二列、互い違いに出入りする形で配置する。全体はやはりゼラチン質に包まれ、長い平行四辺形っぽい形になる。和名としては、 平田ヒゲマまリガ族のレベルの和名で使われているが、ジーペドラルの和名とした例もある。ただし近年は別名扱いのことが多く、この名を挙げない文献もある。池や田んぼなどでよく見かける。ジーペドラルは春から夏に大発生して、水の花を形成することがある。幸せモテトラベーナは同様な細胞群体で、 クラミドモナス様の細胞が側面で接着するが、細胞数が4個であるのが特徴である。これを本属に含める考えもある。世界から9種が報告され、日本からは4種が知られる。日本では G ペドラルがよく知られる。スキー P120 水の P23 岡田他、P24 水の高橋編長、P481 水の P23 岡田他、 P24 滋賀の理科教材研究委員会編。P44 月 P120 水野 P23 月 P120 水野高橋編著 P481 ありがとうございます。